い、皆さんこんにちは、ポンタです。はい、今日の動画はですね、私がね、三菱ふそうさんに行って、はい、トラックの顔のデザインがどのようにしてできているかを取材してきた動画になります。はい、もう今まで絶対知ることのなかった分野になるんですよ。はい、っていうのも、ふそうさんが初めて表に出す情報ということで興味深いなと思って行ってきました。はい、何気なく乗ってたトラックなんですけど、すっごい技術がたくさん詰まっています。ぜひね、それを皆さんにご覧いただけたらいいかなと思います。はい、もうね、いろんなデザイナーさんや職人さんたちの技術がもういっぱい詰まってるんですよ。それをね、ぜひ知ってもらえたらいいかなと思うんで、最後までご覧いただけたらいいかなと思います。はい、じゃあどうぞ。こんにちは。こんにちは。はい、じゃあここどういうブースなんですか？プロダクションデザインチームのブースです。はい、これはいろいろ考えられたデザインのアイデアとかを、最終的に製品にするためのデザインの最終コーナーです。最終コーナーです。はい、簡単にパワーオブデザインって今掲げてますけれども、デザインの力とはどういうものかっていう説明ですが、簡単に言うと、これはリニアモーターカーの実験車両なんですけど、一目見て、あ、速く走れる、めっちゃ速そう、うわ速そうってもう一目で分かる、そのデザインをするのが我々めっちゃかっこいいブースプロダクションチームですね。すごい。昔はこんな蒸気機関車だったんですけど、あ、蒸気出してるなっていう感じだったんですが、今はもうビューン行きそう。速く走っちゃうと振動とか、はい、風切れ音とか、はいはいはい、これ見てそんなの見えないですよね。そうですね、なんか静かにシュパーっていきそうな、うん、それを全部包み込むっていうフォルムを作るのがデザインです。デザインってすごいですね。はい、はい、いや、すごいです。すごい。ありがとうございます。だって簡単にあるわって思うけど、これ考えるのって結構大変ですね。やれって言われたらできないですもん。で、どこでこう分割してどうやって組み付けようかとか、そうですね、あるので、一筋縄ではいかないと思います。なるほど、すごい。奥深い、すごい。はい、次なんですけども、あなたは誰って分かるデザインをするんです。このヘッドランプ、ヘッドランプバージョンが違うんですけど、はい、パッと見て、あ、ちょっと違う、ちょっと違いますね。だけどパッと見たら、あ、同じじゃん、うん、っていう、その雰囲気をいかに作っていくか。あ、でも違う、よく見ると違うんです。本当だ、向こうはすごい高い、あ、これは高い LED を使う。あ、これなんかポップ、こっちは普通のあのやったら、これが普通のやつで、普通です。 LED 全然違う。このシグニチャー、この見え方を共通にして、あなたは誰って言われた時に、ふそうです。ふそう、おお、なるほど。ふそうなんだけど、なんかちょっと違うんですよ、ね、バスのデザインとトラックのデザインなんですけど、あなたは誰って言った時にふそうの顔をしてるんですよね。確かに。だけど体全体はそれに合わせて長い優雅なラインを使ったりとか、はいはい、ボディカラーを多くしたりとか、黒いプロテクションを多くしたりとか。なるほど、全部兄弟ですよ。ですね、お父さんお母さん子供たちみたいな。そうなるほど。それをいかにデザインするか。ふそうさんちのお子さんたちっていう。あー、そういうことですか。はい、ありがとうございます。酒井、あ、酒井さんお願いします。ここはですね、はい、いろんなこう機能とか要件を入れてデザインするんだよっていうのを書いてます。元戻ります。一番最初はただ機能をカバーしてる方です。そこにこう R をつけて丸みをつけたり、あとはエンジンを冷やす穴を開けたり、あ、はい、でさらに言うといらないとこを今度だんだん塞いでいったりですね、はい、この辺、そうですね、そうしながらデザインを抑制していく。だからデザインって格好だけじゃないんだよっていうことをここでお見せしています。機能とデザインを兼ね備えるんですね。はい、
ですからここのこのパーツもこれが最終パーツです。でこれが一つ前ですね。で何が違うかってここのアールなんかでも最後ふわーって最後消えてったりします。あ、本当だ。こっちは残ってます。あ、本当だ。そういうデリケートなところを調整して最後組み合わせて、どうやってかっこよくなるか。あ、そういうことですか。あっちは最後消えてますよね。このコーナー。おー、本当だ本当だ、はい。めっちゃかっこいいじゃないですかこれ。すごい、はい、キャンターかっこよくなりましたね。ありがとうございます。かわいいしぜひご購入を。購入はしませんでこちらはですね形だけじゃなくてこういう質感ですね、この物のマテリアルも一緒にデザインをしていくっていうところを説明してます。そっか、デザインってここにもあるんですね。そうですね、やっぱりこういうものは製品にとってはすごい大切で、はい、こういうコントラストによって、あ、ここに吹き出し口がある、はい、分かりやすかった、ここにグリップがある、あ、これ握ると自然とこう中に入っていけるなとか、そういうその機能をやっぱりイメージさせることがとても大事。ああ、なるほど。お願いします、はい、CMF っていうのは、まあ、色だけじゃないんだよと。素材感で素材感、はい、例えばこちらにあるファブリック、ファブリック、はい、いわゆるその布のようなものですね。シート材とかのことをファブリックと呼んでます。実はあのキャンターの一番ベーシックになった、コンセプトがあるんですけれども、一番最初に大きな方向を3つ選びました、はい、1つは楽しい、やっぱり仕事をしてもらいたいので、このビュッてなカラーでですね、こうキビキビした感じだとか、街の中にこう入っていく感じっていうのを表現したんです。でその次にあるこのハイテクプロフェッショナルっていうのが、ちょっとハイテク未来に進んでいるっていうところを、まあ、こうマテリアルをこういう風に当ててみたりとかですね。この色とこの色めちゃくちゃ高級感出ますね。いいですね。これやっぱりそのドライバーさんに一番近いステアリングの部分でこういうのができたら面白いんじゃないかっていうのと、あとこれグリップも高くなるのでステアリングのリムのところに入れてみたらどうだとか、デジタルを扱うそのスイッチの周りにこういうちょっと面白い素材を入れてみたらどうかっていう、こういうのをやってます、うん、で一番最後ドライバーさんのその業務の負荷をできるだけ下げてあげるというのを目的に、ちょっとホームみたいなものを目標にしました。そうです。これ家のソファーとかに使われているファブリックを選んできたりとか、あとはこの一番よく使うこのインターフェースのところにちょっと木目のものを入れて、あ、ちょっと落ち着くよ、落ち着いて、はい、ちょっと柔らかいところに持っていたりというのを心がけてますね。面白いですね。でこういう大枠を一番最初に作りまして、エッセンスとして実際の量産品の中に落とし込んでいきます。ちょっとシートを見ていただきたいんですが、透明で見ると黒いんですけど、このディテールの部分に差し色がこう入ってまして、なんかちょっとあるんだ。これ実際カスタムのシートで、あの高級なファブリックになっています。耐久性も高くなっていて快適性も上がってますので、実際機能も伴っていると。これ違うんですか？なんかこれもやっぱり脂肪が入ってまして、やっぱりこのツルツルよりもここのツルツルよりかは、あ、え、ここと違うんですか？そうなんです。この方がグリップがしやすいというので、やっぱりこれも運転のしやすさ、ストレスをできるだけ下げるようにというのを目的に開発したものになります。乗ってみていいですか？どうぞどうぞ。高級感がすごいありますね。はい、ありがとうございます。すごい。やっぱりそのバインダーを投げ込んだりとか、ヘルメットをこう置いたりとかですね、ペンを転がしてしまったりということで、はい、やっぱこう錯覚音がいっぱいついてしまうので、あ、傷が入らない、つかきにくいとか、はい、ついても目立ちにくいようなこういうちょっとパターンを複雑にしております。なんかこの銀面白いですね。そうですね。これは脂肪の上に塗装していると、まあちょっと割とあまりないパターンでして、はい。だいたいなんかもつるっとしとって、そうですね、ペンの傷が入りやすい、これもやっぱりその、まあ、傷が入りにくかったりですね、あとは、まあ、ドライバーの方がちょっと面白いなと思ってくれるようなことを想定して素材とか色を選んでいきます。よーよー見たらほんまいろいろ違うんですね。そうなんです。はい、はい、じゃあここは、あ、どうぞ。デザイン、デザインです。あ、はい、まさに一番最初の段階です。初期の初期、初期の初期です。おー、すごいとこ来ましたよ。これね、まあ、コピーで出してあるものですけど、実際は白い紙にデザイナーがこうハンドで書いたりして、はい、
アイデアをたくさん出していきます。すごい、これめっちゃ欲しいんですけど。かっこいい。まあ、差し上げたいところですけど、まあ、はい、今日のところはちょっと僕は。私実はあまり最近こういう紙を使わないようにしたりして、書いて書く手法もトライしています。もう今どきになっちゃいましたね。直接もう線を書いてしまうと。すごい。というところで、ペーパーレスみたいな形でトライしています。私書いてるのは結構最近時間がすごくなくて、もう仕事のスパンがすごく短くて、だからできるだけこうバランスを取ったりパースを取ったりとかっていうのを正直言って手を抜いてます。でもそれってすごくそこじゃないんですよ、はい、本来は、はい、スケッチっぽいバランスにこう変形する。これでやっぱりコツがいるんで、うん、ある程度書き慣れてないと、うん、この写真を変形させるのってなかなか難しいんですけど、無理です、ね、ただ正直これトータルで30分ぐらいで書いてるので、うん、ある程度コツがつかめばこのぐらいの時間ができると。でこういった形で線が書いて、うん、簡単にこう色をベタ塗りで乗せていったりとかしていくんですよ、うん、で、うん、で影入れたりハイライト入れたりっていうのを、まあ、ちょいちょい繰り返していって、でまあ、ちょっとタイヤのパターンみたいなやつを、まあ、イメージ段階ですけどちょっとこう色を入れさせていって、すごい、なんとなく最終的にはこう、おお、すごいっていう感じ、走る感じがめちゃ出た。あ、再びこんにちは。はい、こんにちは。9時に描いたフリーなスケッチなんですけども、フリーな考えてスケッチしたものをモデラーに伝える必要があります。これをもらって、でさらにこれ 3D のデータを作るツールなんですけども、この中にそれを入れ込んで、それを下敷きにしてデータを作っていく。デザインを形にする。デジタルモデラー。今のプロポーションを決めていく大事な工程になります。それを横から見たり、正面から見たり、真上から見たりすることで、車のその骨格を決めていくと。例えば、もともとの黒い線だとフロントがここまでで終わっていたというのが、もう少しスリックにしたいよねとか、はい、もう少しキャビン広くしたいよねっていう時はこういうふうに引き直すわけですね。これをデザイナーの、そうです、やっぱり人間が使うものを人間の手で作るっていうのが非常に重要なんだと。やっぱり人間の手が触れるものなので、その人間がいいなと思えるカーブだったり形だったり光り方にしていくと。OK、 ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあここがアドバンス、そうです、ここがアドバンスデザインのエリアになります。私たち今だけを考えてですね、デザインをしているのではなくて、未来私たちがどういう社会に暮らしているかであったりとか、どういう社会課題があるのだろうかということを考えてデザインをしています。もちろんですね、その将来的なデザインだけをしているわけではなくて、今走っているですね、現行車にその知識っていうものをインプットしたりということをしているので、今こちらの方では例えば、将来的に、ドローン、私たちはドローンをじゃあ、服装としてデザインするのであればどういうものをデザインするのであろうかとか、そういうものをですね考えながら、デザインしているこのエリアになります。こんなんもうこれはですね、もうダイムラー のドイツの方でコンセプトとして走ってるんですけど、これはまあ水素です。大型の水素のコンセプトです。でそうです、そうです、めっちゃかっこいいんですけど、これまだ発売はしてないんですけれども、こういうものを将来的にっていうのでコンセプトで出しているものですね。なのでまあもちろん将来的には水素であったりとか電気であったりとか、まあ、自動運転であったりとか、そういうものを考えながらデザインに生かしていくっていう、そういうようなことをしてるんですね。例えばこれであれば、近未来じゃあ自動運転で、レスキュー、まあ、救助ですよね、救助と行くような車両ってどういう形をしてればいいかなとか、はい、例えばじゃあそれは無人がいいねであったりとか、じゃあヘリコプターにしてみたらどうだろうっていうですね。もちろん私たちトラックとバスのメーカーなんですけれども、いろいろな、まあ未来に向けたデザインっていうのをデザインして考えて生かしているという、そういうチーム、すごいタイヤですね。そうなんです、これもどんな不整地であっても救助に向かえるような車両であったり、でこれがモジュールといって、例
えばこれ荷物を運んでいきますと、うん、でその後に例えば戻ってきて今度はじゃあダンプ車両を積んでみましょうとかですね、すべてそのまだまだもちろんアイデアなんですけれども、こういうアイデアを通してじゃあ私たちデザインで何ができるんだろうかとかですね、じゃあ実際今の車両にどう生かすのかっていうのを考えてるんですね。近未来ですね。近未来ですね。現在だと2040年とか今あと20年、そうですね、30年後こんなのできちゃいます。そう、すごいですね。デザインでここに発着できるヘリコプター、ヘリコプターですね、ヘリドロイド、これ助けた後でしょうか。助けた後だと思います。あとニコちゃんがあったので、はい、成功って言って成功の時成功したっていうい行くぞって感じですかね。こんなん飛び出したらびっくりしますね。これ本物です。これ飛んでるの、まさにこれが飛んでる、これ飛ばしたムービーなんですよ、これ北海道で。ドイツのデザインのチームと日本のデザインのチームが VR を介して一緒に同じデザインを見てデザインを開発したりっていうことをしているんですよ。デザインを、同じデザインをこのゴーグルを通して見たりとか話したりとかっていうことをしているんですね。であとはデジタルの利点を生かしてですね、さっきヘリドロイド見ていただきましたけど、あの実際結構でかいものなので、こう持ち上げて自由に回してってなかなかできないんですけども、デジタルですと、こう掴んで簡単に向き変えたりとか、いろんな見たい方向で形からレビューできる。であとは単にこの 3D のデータを見るだけじゃなくて、例えばじゃあ今までのデータがあります、それに対して今回リファイン案のデザインのレビューをしましょうっていうデータと、その新しく考えたアイデアをこの空間に取り込んで、今絵が何枚か貼ってあったと思うんですけども、その絵をモデルの横に置いて、じゃあ今回はここをこういう風に変えましたとか、こういう風にしたいですっていう話がより目の前でできるんですね。1個、はい、で、ああ、すげえ、ただ VR 用意してないの、ちょっとよ、ちょっと気持ち悪い。皆さんいかがだったでしょうか。はい、ちょっとね、いろんな話がてんこ盛りで、難しかった。私はちょっとね、難しかった、はい、動画まとめる時もんとかなりながらでもね、いろんな技術があることが分かってすごい勉強になったと思います。はいね、何気なくこう仕事してましたが、一個一個にいろんな気遣いや技術がしっかり入ってるんだなと思いました。はい、そんな感じで今回は動画を終わりたいと思います。はい、じゃあ最後までご覧いただきありがとうございました。バイバーイ。え、いいんですか、ちょっと足元怖っ。おー